こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカルチャンネルをやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、お題は最近話題の自転車たちをご覧になりましたでしょうか。見ました。見た。見ました。はい、僕も見ました。自転車。面白かったですよ。一気に見ちゃいました。うん、ちょっとドキドキする場面多いですよね、結構。まあ、自転車たち自体は量産作業を行うプロフェッショナルグループのお話だったと思うんですけど、別の番組でサイバーエージェントの藤下さんが成功者と詐欺師は紙一重だよねっていうキーワードがあったんですけど、金や人を集めて最後までやった人が成功者で、途中で逃げちゃった人が詐欺師になるから紙一重だよねっていうふうにお話してました。で、お二人にとってところが、まあ、見る経営者、見ない経営者の特徴っていうところをお二人の視点でちょっとお伺いしたいなというふうに思います。最後までやりきるとか、まあそうでもまあそうですよね。その過程はどうであれ、結果を出していく人はね、良くなっていくし、ずっとこうか衰退していく人はダメになるし。ちなみにこのチャンネルで藤田さんさんは、言うことは壮大でやることが愚直な人が伸びる人っていうふうにおっしゃっていたのと、DNA の難波さんは粘り強い人がいやでも結局そういうところです。本当にもう本当そういうところですよ。一般的に起業って言ったらやっぱりこうどうしても今までないサービスだとか世の中にこう打ち出していくわけじゃないですか。でそこには結局人も巻き込んでいくし、お金も借りたりとか誰かから出してもらったりとか、だから結局言うことは壮大だけどやることはやらずに途中で投げ出す、諦める、やっぱりこうそうすると本当に詐欺になっちゃうと思うんですね。その詐欺罪にはならないかもしれないけど、一緒に働いてた人とかお金を出した人からすればもう詐欺みたいなもんじゃねえかって話になっちゃうと思うんですよね。僕らの起業の仕方ってちょっと違いますけど、それでもやっぱりこう人は巻き込んでいくし、言ったからにはやり遂げるっていうかですね、僕らも結構壮大なこと言ってるんで、それも無責任に言ってるつもりはなくて、実際にやるべきだと思うしできると思ってるんで言ってるんで、僕らはやりきりたいと思ってるし、ここまではですよ、少なくとも有言実行に近い形ではやってきてるんで、一応ちゃんと経営者っていう側でねやれてはいますけど、どっかの段階でねあいつは詐欺師だっていう風に僕らだって言われる可能性いくらだって今だってあるんで、いう風には言われたくないし、そうならないようにはしたいなっていう風に思いますね。結構ちょっと思ったのが、そもそも騙すつもりでやってる人たちは詐欺師だって途中で実際にはいるからなっていうわけじゃなくて、そもそも騙すつもりであれ動いてるじゃないですか。でも世の中にはいますよ。本当に世の中には最初から騙すつもりの人って、僕らもねこう投資の詐欺とか、まあぶっちゃけ何回か今思えばですよ、大した額じゃないですけど。当時からすれば、うわこんなイカれたとか、うわあれさこれ詐欺だったんだみたいな、そんなのは結構あって、やっぱり今思えば最初からそういうつもりだったんだなみたいな、なんか身なりも良くてですね、なんかスマートでね、だから騙すつもりのプロフェッショナルなんで、仕事だけ裏側見たらめちゃくちゃプロで綿密に準備してすごいことやってるけれど、そもそもの騙す予定でやってるから詐欺からっていうのはちょっとそうよね。でもほらさっき言ったみたいに、その企業でお金集めて人巻き込んで、そもそもやりきる力がない、まあそうですよね。その口だけ言っといて途中で頓挫して逃げちゃったら、まあ詐欺って言われるのはあれだけれどもっていうのは、まあそう言ってることは分かるんですけどね。詐欺師みたいなもんだって言われたってしょうがない、そうはなりたくはないというか。でも本当にいるんですよ。本当鼻から騙すつもりっていう、根っからだよねあれ。ポンジスキームとかそうですよね。逃げる予定でこう集めていってみたいな。いやでも今思えば、もうちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、今思えばあの時食らっといてよかったなと思って。そうですよね。そういう失敗をちゃんとして痛い思いをしたから、もうあれですもうなんか分かるもんね、やばそうな人って。確かに分かってるんだこっちも、近づいてこなくなりました。確かにそう言われないですよね。言われなくなりました。大体話聞いたらうさんくさいなっていうのがありますよね。言われなくなってるんですよ。近づかないな、こっちからも近づかないし、向こうからも近づいてこなくなってる感じがします、今僕らはね。でも気をつけないで。だから言ったらですよね。そういう時にやるかもしれない。超気をつけよう。気をつけましょう。今もすでにやられてるかもしれない。大丈夫かな。いや大丈夫と思うんだけどな。名詞は単純に面白い。これ地名詞語っていいですか？これ語ってください。ドラマで、はい、あそこまでのやつは現実にはないというか、うん、でも現実の方が本当は面白くてですね、うん、あの話面白いんですよ。実際の話なんで、うん、半分以上は。で実際やられたのが70億やられたんでしたっけ？100億の設定ですけど、70億やられたんだけど、15億は自分たちの不動産、その詐欺師に買わせてるというか売ってるんですよね。うん、だから差額で55億やられたっていう、被害は55億なんですけど、でも実際にこれがっつりやられてるんですよ、本当に。であれ社長派と会長派があって、社長派がやらかしちゃったんですよ。こう急いでですね、住宅では強いけどマンションでは弱いから、じゃあ土地だけは絶対っていうので、社長派が要は決裁もしちゃって承認もしちゃって、騙されちゃったんですけど、本来だったら社長がクビになるはずなんですけど、社長がその後社内でなぜかクーデターを起こして、何も悪くない会長を追い出すんですよ。話のこの続きを知れば知るほど、すごい面白いです、本当に。で実際地面師の土地に今年の4月にマンション出来上がりましたからね。実際の本当の話の方ですよね。本当の話の方じゃなくて、ドラマより本当の話の方が面白い。なんで会長クビになってる？それどこに載ってるんですか？俺も興味があるからもうめっちゃ調べて。なるほど。でその取締役会前日の話とかも面白いんですよ。クビになっちゃう会長派で、この話長くなっちゃうし、本日ないじゃん。会長派は会長派で、そう、明日取締役会あるから、じゃあみんなでこういうふうにやろうな、分かりました、おーなんてやってて、その中に裏切り者がいるね。会長派の飲み会に参加してる一人が、だからもうスパイに入って寝返るんだよ。っていうか、すごいよ、あれ、本当。どうなってんの、あれ。で、その時の社長は、今も社長なんですか？もうそこはもうないけど、ないけど、でもね、もしかしたら最初から地面師と社長が来るだったら、そんなことまでだっておかしいんだもんね。そんな決済通るわけないんだよ。でも会社のお金55億地面師に渡して、自分個人に後から10億もらったら、もう明かりじゃん、その社長が。そうしたら10億欲しいんだったら、怪しい、怪しい、現実の方が面白い。なるほど、と思ってます僕は。あれで成功する地面師なんですよ。成功する人は、シンクビッグっていうか、明るい未来をこうポジティブに描いて、そこに向けて本当毎日コツコツ頑張れる人、成功するまでやった人ですよね。結局でもなんかそういう話になっちゃうね。粘り強いとかね、成功するまでやった人は成功するし、どこをあと成功って呼ぶかっていうラインもあるとは思うんですけどね。まずでもポジティブに自分の将来を明るく考えられない場合ってあるじゃない。そういう気分の時もちろんあるんだろうけど、それからそういうなんていうの、明るい未来を否定しちゃうというか、考えの苦手というか、言われたことはできるけどとかさ、でもそうじゃなくて、やっぱりこう自分の可能性信じて、最初はないんだけどね、そんなのは。だけどそういうポジティブな未来想像して、あとはそこに向けてコツコツできるか。言ってること同じになっちゃいますね、でもね、どうしても。そんなもんなんですよね。難しいことじゃないと思うんですけどね。成功するまでやった人が成功するとよく言うけど、そうなんだよ。そうですよね。大学だって受かるまで受け続けて、受かった人が受かったわけなので、途中でやめちゃったら受からなかった。もちろんそんなもんです。はい。